西本のサーブから始まります。手前西本、奥桃田、左利きの桃田です。強烈に来ました。積極的に来ます。どうですか。はい、前半しっかりプレーできていると思いますね。西本選手やはりチャンスがあれば攻撃するパターンもすごいあるので、ああいうふうな角度がある、そして西本選手、桃田選手身長が高いので、非常に角度のついたスマッシュが一つ持ち味ですよね。西本は1メートル80センチあります。強烈アウトです。サイドライン、横のラインはシングルスは内側です。連続ポイント。桃田は身長は1メートル75センチ。角度があります。いや、厳しいショットです。はい、ライン上にスマッシュが行っていて、で一発目としては入りとしては納得のいくようなスマッシュのコースだったと思います。今度は桃田のサーブ正面です。ネットにかかりました。ポイント桃田、これで2対2です。21点ゲーム、先に2ゲーム取りますと勝利ということになります。画面の左上、赤い表示はサービス権を表しています。サービス権に関係なく得点が入るラリーポイント制。よく見て入ってます。ポイント西本です。桃田の方がプレッシャーはあると思うと話していた西本、はい、確かにそれはあるでしょうかね。それはすごくあると思いますね。やはり本当に今年の桃田選手の活躍は、本当男子シングルスのこうもちろん日本人初めての男子シングルスとしてはメダルを獲得しましたし、はい、海外のスーパーシリーズも2勝を挙げて、はい、やはり国内だけではなくて海外の選手からも本当に評価を浴びるような1年だったと思うんですよね。なのでやはりこの全日本総合ではもう優勝するのが当たり前っていうポジションにね、1年でなってしまったので、非常にこの準決勝も含めてプレッシャーのかかる今大会だと思いますね。このネット際の攻防もどうかというところがありますが、強烈なシュートはアウトです。わずかにアウトでした。ここで桃田先行、4ポイント桃田です。際どいところですね。はい、際どいラインですね。でも西本選手すごく積極的に前半いってると思いますね。強烈なショットです。まあ、3連続ポイントでこれで5対3桃田リードです。桃田は西本について我慢強いプレーをする選手、前です、あっと超えない、4連続ポイントです。ここは西本は止めたいですね。そうですね、やはり前半桃田選手にリードされるとこの試合全体の流れまで桃田選手に掴まれてしまうので、前半はやはりイレブンまではついていきたいというところがあると思いますね。奥を狙う、粘り強さが持ち味の一つ西本ですが、よく返した。前後に振る両者、ポイント西本です。いわゆるヘアピンと呼ばれるネットを超えるようなショットですね。うまく桃田選手がプッシュに行こうと思ったんですけど、西本選手のヘアピンのクオリティが今回は高かったですね。ネットに当たりながら向こう、はい、コートにこぼれました。この大会では宗本選手の
ヒアピンはこれも西本いいですね。はい、久保田選手やはりネット前すごく世界でもトップレベルのネットのコントロールをしているんですけど、今のところの前半ではやはり西本選手の積極性、そしてネットにかかるようなクオリティの高いヘアピンを西本選手うまく使ってますよね。1点差です。それ以外、海外のトーナメントを経験して、さらなる成長を続けています。強い球にも決して当たりにしない、久保田選手は、すでに相手処理を行っています。与那選手は、あらゆる体勢から球を沈めて得点する得意パターンの武器に、また、共に安定したネット前でのシャトル運びで、質の高いプレー。ここは桃田が高く上げる形。よく決まった。いや、いい形ですね。はい、やはりこういう形で、西本選手コンスタントに点数を取れると、今後その11点までもそうですけど、リズムよく展開できると思いますね。前半の今シックスホールですけど、ネット前っていうところだけであれば西本選手の方が軍配上がってる気がしますね。強烈、11点、どちらかの選手に入りますと一旦ブレーク、1分間のインターバルになりますが、まずどちらの選手が先に11点に到達するかというところですが、ここで桃田7点目。このあたりもやはり強いショットが効いてますか。そうですね、コースギリギリというわけじゃないんですけど、やはりサービス打った一発目の読み の的確さとシャトルの下の入り方ですよね。なのでおそらく西本選手はサイドラインギリギリに来るだろうという予測はしていると思うんですけど、うまく体に近いところで点数を取っているというショットの一つだと思いますね。なので桃田選手からするとまだラインにあえて打たなくても体周りでもポイントが取れるっていう、ちょっと余裕すらも少し感じますね。これで4連続ポイント、10対6と桃田リードです。西本は桃田について、桃田はもっと上で戦っている選手、同級生として自分も頑張れている部分もあるという刺激になっている存在です。一つネット周りではという話がありましたが、上を見上げました桃田です。はい、ちょっと照明が入った形にはなると思いますね。今の桃田君のフォアの上にちょうどライトがあるので、照明に関しても先ほどちょっとお話しする機会があって、調子どうですかっていうお話をしたら、やはり会場 のシャトルが微妙に変化したりだとか、照明の関係とかでやはりいろんな会場で、試合をしたけどやりにくい会場の一つですねっていうお話もしていたので、そういったところも少しずつこう影響している部分も あると思いますね。ここはネットギアのところから最後は桃田が決めて11対7、先に桃田が11点目を取りました。ここで1分間のインターバルです。バドミントンの、この全日本の舞台となります代々木第二体育館ですけれども、空調であったり、はい、人の出入りでドアの開け閉めであったり、はい、照明の熱であったり、微妙なこう風というのがどうしても生まれるそうですね。シャトルが5グラムなので、はい、本当にちょっとした風でブレてしまいますし、シャトルの伸びが手元で感じることもありますし、そういったこう繊細なですね、会場の環境一つでゲームの流れっていうのは大きく変わってしまうので、もちろん今準決勝ですから、試合を3試合して今日の試合を迎えているわけなので、ある程度把握はできていると思うんですが、コート数がまた少なくなればまた違った環境になるので、はい、そういった適応能力っていうのも非常に求められる競技の一つだと思いますね。初めはこの体育館6コートが設置されて行われてきましたが、
昨日から、まあ、3面という形、現在使用しているのはこう2コートという状況です。男子シングルス準決勝、決勝進出をかけての対戦です。ともに21歳。このネット際の攻防はここはどうか。最後は西本が上げた、そしてスマッシュ。振られる西本ですが、強い。おっ、西本選手のポイントですね。西本のポイントですか、はい、ネットインになりかけたんですけど落ちたのは桃田選手のコートでしたね。超えなかったんですね、はい、でも狙いとしては悪くないと思います。やはりこういうショットも本当にギリギリだと思うんですよね。そうですね、なのでああいうのが全て桃田選手の方に入ってくると、ええ、ポイントが桃田選手になってくるとちょっと一気に点数が開くかなっていうふうに思いますね。ここは西本のポイント。見てアウトです。西本連続ポイント、これで11対9。まあ、桃田はこの西本については長いラリーで自分からミスをしないように気持ちで負けないプレーをしたいというのがこの桃田の話です。そうですね、西本選手本当に攻撃的なプレーヤーでもあるんですけど、本当に他の選手にお話を聞いていてもやはり簡単なミスが非常に少ないですというお話をしていたので、まあ、もちろん桃田選手も簡単なミスが少ないので本当終盤にかけて本当に我慢比べっていうところもですね出てくるんじゃないかなと思いますね。ここは桃田の強烈なスマッシュ決まりました。さあここから15点ぐらいまでどういう展開で進んでいくかですけどもね。そうですね、やはり今のペースだとやはりお互いまだまだトップスピードっていうわけではなくてある程度ゲーム全体の流れを見ながらどこでギアを上げるかっていうところを探りながら展開しているような形なのでギアが上がる瞬間がですね、ポイントポイントで出てくるとは思いますね。なのでまだ桃田選手の積極性っていうところではまだ様子を見ながら、西本選手のミスを誘ってこう体力的にもセーブしながらゲームプランを考えているっていう形だと思いますね。これも超えませんでした。ちょっとギリギリなところで超えていきません、はい、もったいない、ミスにはつながりましたけどやはりああいうコントロールのところで、桃田選手は技術的に高いと思うので、はい、ああいうのをミスを連発しないようにすることが大切だと思いますね。今度は西本超えませんでした。前に来た。ここも西本が上げる形。よく返す。アウトです。ネット際の攻防ここに来てどうでしょうか。はい、お互いレベルというかクオリティの高いネットは出しているなと、まあ、ただネット1本ではどうしてもポイントつながらないので次ロブが短かったりするショットをですねどれだけクオリティの高い攻撃につなげれるかっていうのがポイントだと思いますね。この攻防です。あっと西本選手もネット前の技術の高さはありますよね。やはり桃田選手に落とされても落とし返せるっていう
ネットに対しては結構自信を持っていると思いますね。ヘアピンショット、ちょうどこうネットを包み込むように、そのショットの攻防があります。ラインを確認して桃田チャンス、ここは決めました。1点差迫ってきました。西本です。やはり桃田選手はこうラリーの中であえてこうスピードを上げないように、あのラリーの展開をですね、こう組み立てていくような選手なんですよね。なので緩い球に対して相手がゆっくり動いてくれればもちろん自分のペースなんですけど、それに対して速い動きで対応されると今みたいな先手先手っていうことを取られてしまうので、そういうところはあの今後気をつけなくちゃいけないポイントの一つだと思いますね。外来ました。4連続ポイントで追いつきました。14対14。ゆったりとしたラリーの中で、はい、そのスピードのところなんですね。はい、そうですね。今もあのネットにうまく、ヘアピンをして、まあ、あのヘアピンに対して今西本選手がちょっと一歩リードかなっていうネット前の攻防に関しては、なのでやはり攻撃が余裕を持ってできますよね。ここは強く打ってきましたがアウトです。ここで西本先行、15対14。学生選手権いわゆるインカレ3連覇中、学生ナンバーワンの西本。強いショット、あのいわゆるボディというところでも、はい、狙いどころもいろいろあるかと思うんですけども、そうですね、あの今のは非常に的確なところに打ち込んだなと思います。ただ、リードをされて少し桃田選手も今のラリーに関しては少しギアを上げた感じで動いてたので、ちょっと、ここでリードされると嫌だなっていう思いがですね、伝わるようなラリーでしたね。なのでここの 2,3 点すごく大切だと思います。西本6連続ポイント。前に来る、返す、同じ場所を狙う、これも同じ場所、前に来た、ここからですよ、よく返した、見応えのあるラリーです。これはアウト、よく見ました。長いラリーでした。はい、いいラリーですね。やはり今のでお互い心拍数がおそらく180だとか、あの一気に上がったと思うんですよね。なので本当に西本選手こうやってタオル取って、呼吸を整えて、まあ、これはお互いだと思うんですが、ここから終盤にかけて一気にプレーが変わってくると思いますね。なのであのもちろん短いラリーで、点数を取るような形もよくありますし、またもう一本長いラリーここを我慢しようという形にもなると思うので、ただ海外でこういう長いラリーを経験しているというのは桃田選手の方なんですよね。なのでこういうラリーの後の経験値というのは桃田選手すごくあるので、ここからの残り終盤ですよね、どういう展開をするかすごく大切だと思いますね。世界ランキングで言いますと世界ランキング5位の桃田、世界ランキング現在44位の西本。押し込んだ、2点先行西本です。
まあ、あのランキングからしても、まあ、力がある森田に対しては西本はできれば第1ゲーム取りたいでしょうね。そうですね、もちろん前半1ゲームはしっかり取りたいと思いますね。今2点リードですからね、本当にチャンスっていうふうには彼は思ってると思いますね。繊細なシャトル、はい、扱いです。強烈、ああいうところからはラインに打つことが非常に桃田選手多いんですけど、今はしっかりボディに打ち込みましたよね。やはり腕の振りがサイドのストロークとボディとやはり同じなので、すごく西本選手からするとディフェンスが取りにくいっていう形になりますね。また追いつきました桃田、はい、いいコースです。真ん中に来るのかサイドに来るのか、はい、桃田選手の攻撃のパターンとしては、やはりボディに打つスマッシュと、あとラウンドからストレートに打つスマッシュが非常にクオリティが高いっていうふうに他の選手も言っているので、あの先ほどのラウンドのストレートっていうのは1本彼にとっては今日初めてライン際に行ったので、はい、非常にいい感触をですねこの終盤感じていると思いますね。ラウンド、あの体のこうバックサイドですね、はい、頭の上をこうラケットを回して打つようなショットですが、そうですね、バックハンド、うんとここは足元きました。このまま、はい、もつれていくのかどちらか抜け出すのかですけどもね。そうですね、この1本1、2本どちらが先にデュースを取るのか、マッチポイントを取るのかっていう最後の最後まで見逃せないですね。よく拾った、強烈、よく拾いましたがアウトです。また同点、はい、やはり非常にネット前がやはりお互い引かないですね。基本 1,2 本ネットを打つとロブを打つ形が他の選手は多いんですけど、やはりネットで桃田選手に取られるとリズムをつかめないっていう西本選手のこう思いっていうのもネット前には現れてますよね。選手の気持ちとしてはやはりヘアピンで来るとヘアピンで返したくなるというところもあるんですか。はい、やはり前にプレッシャーかけてるのかかけてないのかで選択をしなくちゃいけないんですけど、やはりネットを制するものはゲームを制すっていう言葉もあると思うので、ネット前の勝負っていうのは非常に終盤にかけてとても大切だと思いますね。さあ18対18、これはアウトです。ここでまた桃田が出ました、19対18。21点で行われます1ゲーム、現在第1ゲーム、押し込んだ、また追いつきました、19対19。やはり同世代ということもあるので、非常に桃田選手の試合に関しては西本選手すごい研究していると思うんですよね。本当に吸収する部分もたくさん、学ぶところも、ね、たくさんあると思いますし、なので読まれている部分も桃田選手からするとあると思いますね。ショット決まった、先にゲームポイントを迎えたのは西本。さあ20対20まで来ますと2点差がつくまでということになります。
は西本が取りました。21対19。同い年21歳の対戦、解説池田慎太郎さんでお伝えしています。いやなかなか第1ゲームから見応えのあるラリーが続いていますけどね。そうですね、あの終盤にかけてよく西本選手こう相手の打つ角度や体勢を見ながら積極的に最後攻めましたよね。あのよく研究してるんじゃないかという話がありましたが、はい、あの追い込まれた時にこう緩い球をうまく桃田選手は使うんですけど、はい、そこをこう先を読んでですねネット前に詰めてもう最後は桃田選手のこうリフトネットというかネットのヘアピンに対してプッシュに行くようなねショットも見られたので本当に積極的なあの終盤にかけて積極的なプレーがあの出てきたと思いますね。はい、解説は池田慎太郎さんでお伝えしていますが、さあこの後のポイント見どころですね。そうですね、やはりあの1ゲーム取られたのであの桃田選手もまだあのギアをですねトップに入れてるっていう感じはしないんですよね。なので2ゲーム目から本当にエンジンがかかると思いますし、また2ゲームでゲームを決めたいっていうのはやはり西本選手の方があると思うので、あの積極的に2ゲームもあの前へ前へっていうプレーになっていくのは西本選手かなというふうには思いますね。西本は、ま、この1年間頑張ってきた力を出し切ってどこまで桃田に挑戦できるか、大学生でもできるぞというのを自分が先頭に立ってみせたいということも話しています。そうですか、西本からしますとファイナルゲームまで行かずにこのゲームで決めたい。そうですね、あの特に2ゲーム目の前半の11点を迎えるまでに絶対リードしておきたいなっていう気持ちはですねあのもちろんあると思いますね。また桃田選手やはりリードされると後がないですから、はい、やはりいろんなプレッシャーもある中でこの前半の入りっていうのは非常に大切ですね。なのであの1ゲームと同じようなペースでやると西本選手に流れがいくと思うので、ここからが桃田選手の本当の戦いだと思いますね。さあ第2ゲーム、ユニフォームを着替えた西本です。前に来る、うん、最初のポイントは桃田です。やはりあの真正面というのは返しづらいんでしょうね。そうですね、特に桃田選手左利きでまっすぐプッシュを打っているように見えるんですけど、少しこうスライスをしながらプッシュを打ってくるので、ちょっとタイミングとあのシャトルの軌道が読みにくいんですね。右利きの選手もよくプッシュするときはするんですが、左利きの選手のプッシュがこうスライスしてくる球っていうのはなかなか受ける機会が少ないので本当に取りにくいですね。アウトです。桃田が3点リードという入りになりました。ここは踏ん張りたいのは西本です。ここは少し間を取りました西本です。準決勝ベスト4の対戦、ストレートまっすぐ来ました。いいコースに今西本選手打ちましたよね、はい、あの桃田選手と同様にやはり西本選手もストローク同じフォームでいろんなところに打ち分ける技術っていうのは非常に高いと思うんですよね。なのでああいうストレートスマッシュも本当に桃田選手からするとクロスなのかストレートなのかっていうやはり悩まざるを得ないようなクオリティだと思いますね。
4対1と桃田リード、第2ゲームに入っています。これもわずかにアウト。微妙に石本のショットが、はい、少しラインの外でしたね。やはり前半今5アンで桃田選手がリードしているので、やはり11までに大量得点を与えてしまうと石本選手は追っかけるのきついですよね。なので前半この辺でしっかり追いつきたいところだと思います。一つ西本は踏ん張りどころ。ラウンドからのクロス、いっぱいいっぱいを攻めてきます。四隅を攻める桃田ですが入っています。6点目。まあ、先ほど風のお話もありましたけれども、はい、そうした風の状況なども読みながらですよね。そうですね、本当に微妙な風っていうのは吹いているので、この強さで打てば風の影響もあってオンラインに乗るっていうことをですね、こう想像しながらやはり一つ一つのショットを打つ必要があるので、それプラス相手のポジション取りですよね。相手がどういう体勢にいるのかっていうのもこう視野を広げながらロブのコントロールをするということがですね求められますよね。7対1、桃田がリードを広げる第2ゲームの序盤です。これは桃田がアウトです。まあ、この男子シングルスのベスト4にはあとは去年優勝の佐々木翔選手、それから早稲田大学4年の古賀選手と入りまして、はい、学生が2人入ったんですね。そうですね、本当に珍しいですよね。まあ、あとやはり最近でいうとジュニアの、ね、世代がしっかり力をつけてきているので、はい、そう考えると強化っていうところですよね。2020年に向かっての強化っていうところがやはりしっかりできてきてるんじゃないかなっていうのは感じますね。まあ、あとやはり桃田選手もそうですけど、世界で活躍する、まあ、西本選手からすると、まあ、先輩に当たると思うんですけど、他の日本代表の選手っていうのはやはりそういう姿を見ているので、自分たちもできるぞっていう強い気持ちを持って試合に臨んでいるところもあると思いますよね。はい、非常に男女シングルダブルスそれぞれ、はい、非常にいい形ができている今の日本ですね。はい、現在世界ランキング5位、まあ、東京ももちろんですが、もうリオでもメダルが楽しみな、はい、そうですね、やはり多くの期待を桃田選手にはいろんな方が期待していると思うので、またそういう期待に応えれる、ね、桃田選手は才能もタレント性もあると思うので、本当に活躍が期待されますよね。ここはネットイン、ネットを越えて桃田のサイドに落ちました。8対3です。まあ、今大会も非常に多くのメディアを集めている桃田、はい、まあ、本人も海外よりもちょっとこう見られている感じがするという話をしているんですが、この注目もやはり乗り越えなくてはいけないところですね。そうですね、なのでリオの前に多くのメディアが注目するっていうのはね、他の競技も一緒なので、そういった注目される中でも活躍で今までできてきたっていうのが桃田選手なので、本当にプレッシャーの中で活躍できるそういった才能を持っている選手の一人ですね。ここも強いショットを打ってきましたが、わずかに外れて9対3。もう一度奥へ、そして今度は前ですが、おお、いやー、しかしこれは桃田よく返した西本でしたが、
やはり今のロブの精度もそうなんですけど、はい、あのネットに落とすと見せかけてラウンドの方にロブを打ったんですけど、やはりああいうところのこうロブの精度とフェイントのかけ方ですよね。相手の足を本当に止めるショットが桃田選手この2ゲーム目に出てきて、やっとあのいろんなバリエーションも増えてきたと思います。ここは入りました、10対4です。まあ、このフェイントによって相手の足が止まるという、はい、ところなんですね。なのであのどうしてもそういうシャトルのクオリティとコントロールと精度がうまい選手、そしてフェイントがうまくかけれるような技術を持っている選手は、選手に勝つためにはやはりそれをあのそれ以上あのフェイントをかけられても追えるような足腰の強さだったり、あのコートカバー力だったり、やはりそれだけ運動量っていうところが求められるので、本当に西本選手あの今少しリードされてるんですけど、あの体力的にも少しずつね、あの疲れを感じてきてるかもしれないですね。まあ、このような展開でこの第2ゲームは桃田先行しながら先に11ポイント、ここで1分間のインターバルに入ります。西本の方は1回戦からの登場でしたので、これが4試合目ということになります。4日連続のゲーム、桃田の方は2回戦から登場してこれが3試合目。まあ、この西本も前の準々決勝、酒井選手、まあ、日本ユニットの強豪ですけども、はい、あそこも一つ勝負どころと思ってきたというところで乗り越えてますよね。はい、あのこの前回は競って、他の大阪インターナショナルという大会で、残念ながらあの負けてしまったんですけど、まあ、それのリベンジという形で今回勝つことができたので、まあ、一つ成長したというところは彼にはあると思いますね。そうですね、はい、なるケースがちょっとこの第2ゲーム目当てかなという気もするんですが、ギリギリのラインを狙っているのは分かるんですけどね、やはりああいうふうなミスがこう出てしまうとなかなかこう桃田選手からポイントが取るのが、ね、非常に難しくなりますよね。また桃田選手もギリギリで見逃している感じがないんですよ。なのでしっかり目で追ってアウトっていうジャッジをして見逃しているので、ラインに行ってもしっかりディフェンスを対応できたっていう姿勢は見られる感じがしますよね。アウトです。まあ、このバックバウンダリーライン、後ろのラインはよくこう風の影響でどうかというところありますけどね、はい、そうですね、ここはしっかり見極めました桃田です。ストレート強烈、第1ゲームは西本が取ったんですが、はい、もう全く追い込まれた感はないですね。そうですね、やはり一つ桃田選手のこうストロングポイントとしてラウンドのストレート、そしてネット前のこういう風な爪っていうところが世界でも通用しているところだと思いますので、このクオリティの高さというのはやはりなかなか西本選手こうディフェンで対応するのがですね非常に難しいですよね。はい、ありがとうございます。まさに今のプレーですね、はい、本当にラインギリギリできますし、あそこからクロスのスマッシュも桃田選手持っているので、ああいうふうな1本決まると次クロスという選択肢も増えてくるので、ますますこう西本選手からするとこう予測できないっていう形になりますね。ここは入っています。西本も一つ攻めました。14対6です。画面の左上、第1ゲームは21対19で西本が取っています。先に2ゲームを取った方が勝利。いやー強烈です。まっすぐきます。ちょっと西本も、まあ、読みづらいというか、少し迷いと言いますかね、次はクロスかなっていう予想もあったと思うんですよね。なのでやはりストレートのスマッシュに関しては桃田選手スマッシュのクオリティが本当高いですね。
アウトです。まあ西本も少し仕掛ける場面もあるんですが、何かしっかり見極めながら返している印象があるこの桃田です。このゲームをご覧になっていて、池田さん、はい、風というのはどうでしょうか。そうですね、西本選手の方から吹いているようには感じるんですけどね、この2ゲームだけ見ると西本選手のこうバックに流れるバックバンダリーラインを越えるような、ねショットがちょっとミスが目立つので、ちょっと風が吹いているんじゃないかなという気持ちをしますね。まあ、この第2ゲームはかなり桃田が有利な展開になっていますが、西本はこういう状況の中で、まあ、何かをこう掴みながらプレーしていく。そうですね、やはり自分から点数差はもちろんあるんですけど、自分からやはりミスをしないということと、もう一度自分のいいリズムをですね取り戻すということが大切だと思いますね。なので1ゲームの後半みたいな形のですね積極性というところをもう少し、出して後半出すことによって、3ゲーム目にもうまくつながっていくと思うので、うまくこうスマッシュのコースだったりネット前の詰めだったりいうところで何点か取ってファイナルゲームに臨みたいという形はあると思います。これもアウトです。あと第1ゲームではそのネット際のヘアピンの押しあたりですね、はい、そうですね、西本選手いい形があったかと思うんですけどね、はい、なので比較的今桃田選手もネット前だけにはこだわってないと思うんですよね、はい、1ゲーム目はストレートのヘアピンの押しが結構あったので、さっきあったような今19-9なのでだいぶ余裕があるので、はい、クロスヘアピンを使ったりだとか、やはり桃田選手もこう次のゲームに向けていろんな感覚をこう研ぎ澄ましているという形だと思います。アウトでこれで20-19、第2ゲームのゲームポイントを迎えました。さあ第2ゲーム、超えません。21-9、第2ゲームは桃田が取りました。ゲームカウント1-1で第3ゲームファイナルゲームに入っていきます。まあ、やはり池田さんも第2ゲームの最初のところ注目されましたけれども、はい、桃田が一気に来ましたね。そうですね、やはり点数が開くと桃田選手も余裕を持ってプレーができるので、やはり西本選手からするとなるべく3点差4点差ぐらいで終盤についてい、ければっていう思いはあったと思いますね。これはかなりクロスの厳しい角度のショットですね。そうですね、全て体を後ろに預けてっていう形ではないんですが、ラケットをうまくコントロールしながら角度をつけたスマッシュですよね。今のは逆にストレートに来たという、はい、このストレートが今日精度がすごい高いですよね。2ゲーム目のリードを支えた一つのショットですよね。なのでコースでクオリティが高いショットが行けば行くほど他の選択肢もすごく増えるので、自分のリズムで、プレーが展開できるっていう形になっていくと思います。まあ、いろいろこう相手を研究する中でですね、この位置に上げると、まあ、どういうショットがあるっていうそのバリエーションという話を池田さんから以前伺いましたけれども、はいはい、そういった面では非常にこうそのバリエーションが多いものなんでしょうね。桃田選手はそうですね、西本選手ももちろん桃田選手が何が得意なのかっていうのはもちろん分かっていると思うんですよね、やはりそれでも的を絞らせてもらえないっていう桃田選手のこうストレートスマッシュ、そしてクロスのスマッシュだったりクオリティのストロークのこう内訳 の、 質ですよね。非常に2ゲーム目は的確にそういうところが
うまく機能したゲームになったと思います。はい、ありがとうございます。またユニフォームを着替えました中央大学3年西本健太。さあ第3ゲームに入ります。ストレート、クロスは届きませんでした。今度は角度をつけていきました。いい入りだと思いますね、ネットのコントロール、そして最後のクロス、西本選手のフォアに弾いたクロスのロブというか速いテンポのロブなんですけど、しっかり相手を見て少しフェイント気味で上げたので、ああいうふうな自分の思い通りのラリーの展開をすれば、もっともっと桃田選手の方にリズムが来ると思いますね。アウトです。逆に西本はどういう意識が重要になってきますか。やはり今ラリーの展開が桃田選手の方にあると思うので、やはりシャトルをもちろんしっかり最後まで追うっていうことも必要なんですけど、やはりチャンスがあるときにどれだけクオリティの高いショットを落とせるかっていうところが非常に大切だと思いますね。なので本当に少しでも甘いと今は桃田選手に決められてしまうので、本当に積極性とやはりクオリティの高いショット、よく返した。こういうところだと思いますね。攻めたい西本、ここはネットは越えませんでした。いやしかしよく拾いますね。そうですね、西本選手も非常に手足が長いので、はい、ギリギリのところまで手を伸ばして取ることができますよね。またああいう球際の強さっていうのは本当に世界に出ると求められることなので、今のこう桃田選手も西本選手も非常に球際の強さっていうのを感じるところがあるので、本当に将来が2人とも楽しみですよね。ともに21歳、5年後東京オリンピックの年もともに26歳というまだ若い2人です。記憶の中ではまだ勝ったことがないという西本、桃田に対して第1ゲームは取りましたが、これはアウトです。2対2。まあ、ここも第2ゲームのお話と同様にやはり西本先行していきたいでしょうね、はい、先行していきたいです。なので桃田選手も本当に簡単なミスをしてしまうと前半リードされてしまうので、本当に前半はリスクマネジメントをしながら慎重に入っている形だと思いますね。マッシュのコースはそこまで良くなかったんですけど、そこからのネットの爪のこの落とし方ですよね。今の落とし方だとプッシュもあるし、はい、ロブもあるし、ああいうふうなネット前もあるしっていうことで的を絞らせてもらえないんですよね。なので最後の最後までラケットにシャトルが当たるまでどこまでどこに来るかわからないっていう、ああいうショットが打てる桃田選手、やはりネット前の技術の高さっていうところを感じますよね。これが相手が足が止められてしまう、足が止められてしまいますね。とこれは、はい、ネットに絡みましたね。ああそうなんですね、はい、ああいうネットのクオリティもこの前半で桃田選手がちょっと掴んでるなっていう感じはします。4対2桃田リードです。ゲームカウント1対1第3ゲーム、連続ポイント3点リード桃田です。
これはネット。一つここは西本踏ん張りどころですね。そうですね、やはりチャンス、今のあのショットもそうなんですけど、やはり一つ彼にとっては大きなあの攻撃のチャンスだったと思うんですが、やはりああいうところでどうしてもミスってしまうと、あのまたチャンスをあの伺うまで時間がかかってしまうんですよね。なのでああいうところを決めるか決めないかで本当に点数が近づけるのか逆転できるのかというところの本当に大きな分岐点になってしまいますよね。ここは決めました。三重県の出身、埼玉栄高校から中央大学、一方桃田は香川県出身、福島県の富岡中学から富岡高校。返した。強烈、まっすぐ来ました。いい展開ですね。あの今西本選手がラインを一回見たんですけど、はい、やはり桃田選手のロブっていうのは本当にコントロールされてるんですよね。なので本当にギリギリなところを狙っているので、あのこう見逃してもインになっているっていう気持ちがですね、西本選手はあると思うんですよね。なのでそういったあのロブのクオリティの高さから自分の得意なスマッシュにつなげたっていう今のラリーだったんですけど、やはりああいうこうショット一つ一つの精度の高さっていうのは、あの桃田選手やはりあの世界でもトップレベルだなっていうふうに感じますね。前に、今度は後ろに、そして強烈なショット。今度はこちら、右に広いスペースがありましたが狭い方に来ました。はい、あの少し桃田選手この試合の中で一番こうリズムがいいというか、あのちょっとテンポも上げて今はあのゲームを作っているところだと思いますね。なので甘い球は比較的攻撃という形で、決めているので、非常に自分のリズムがやっと出てきたなという印象を受けますね。流れは桃田ペース。第3ゲーム序盤、いやこれも厳しい。なんとかしのぐ西本。これは見事です。これで8対4まで来ました。まあオールラウンドというお話もありましたが、はい、まあ、この粘りをですね。そうですね、あのなかなか桃田選手のクオリティの高いスマッシュに対しては今のところ対応はあのできてない。3ゲーム目に関してはあのできてないと思うんですけれども、やはりそれ以外 の, あのネット前の技術だったり先ほどの攻撃だったり、あのやはりしっかり桃田選手と比べても手を取らないあのところっていうのは西本選手もたくさんあるので、はい、本当に見ていてもこう上肢、体の上肢があんまりぶれないんですよね。なのでしっかりあの体幹って言われるところ の, あのトレーニングも積んでると思いますし、中央大学も練習があの本当厳しいっていうふうに話は聞いているので、しっかり練習を積んであのこの大会に臨んでいると思いますね。これは変わりません。これで9点目です。西本も桃田に対してはいつかは崩さないといけない相手という話をしていました。第1ゲームは取りましたが、徐々に流れは桃田ペースで進んでいます。
西本からしますと連続ポイントが欲しいところかと思います。ポイント桃田で10対5です。チャンス決めました。いい形で決めましたね。やはりあの桃田選手のロブもクオリティすごい高いんですけど、あの自分の思ったところに、球が来た時には西本選手のスマッシュのクオリティもですね非常に高いですよね。なので今は本当にバックに来るっていう体の動きをですね、桃田選手はしていたので、その辺のストロークのうまさ、こう選択肢を与えるっていう、こううまさも西本選手はありますよね。ここはレット、もう一度打ち直しです。レシーブの準備ができていませんでした。手前中央大学の西本、高く上げてスマッシュ強烈、これで11点目が入ってインターバルです。いや、やはり力ありますね。はい、そうですね。あのスマッシュを打った後に多くの選手がこう体勢崩れる選手がいるんですけど、はい、あの桃田選手のスマッシュっていうのはあの 70% ぐらいで打っていて、あの次への準備の意識の方が高いと思うんですよね。なのでもちろんスマッシュでポイントを決めれれば一番ベストだと思うんですが、その次の球の動きっていう準備の速さっていうのも非常にあの今年1年で成長したところなんじゃないかなというふうには思いますね。世界選手権銅メダル、オリンピック世界選手権の、ま、その次ぐクラスになりますが、はい、スーパーシリーズで日本人のシングルスとして初めて優勝して、それも2勝したんですよね。はい、なので男子シングルスでいうと史上初ですよね。史上初、あの2つのタイトルを取ったっていうのは、なので一気に海外のメディアもあのバドミントンが盛んなインドネシアやマレーシアや本当に多くのファンに今支持されているところですよね。左利きでもありますこの桃田、去年はこの全日本総合決勝で佐々木翔選手に敗れています。今回初優勝を目指す桃田。桃田のサービスで始まります。ちょっと足元を気にしたでしょうか。はい、少しこうラインを確認しながらのショットになりましたね。のネット のスピン、ここですよね、見てもらいたいんですけど、すごい少し羽がですね、シャトル、あのネットの白帯にかかった形で入ったので、ちょっとあの返すことが難しかったですね。なのでああいうシャトルのコントロール、こうファイナルに入ると足腰も含めて体力的にも疲れてきてるとは思うんですけど、あのクオリティをまだ出せるっていうところはやはり素晴らしいと思いますね。アウトで12対8、桃田リード。まあ、この後は明日決勝ですが、決勝が終わった日の夜にもうこの後行われるスーパーシリーズファイナル、まあ、非常に大きな大会ですけれども、はい、そうですね。日付でいうと12月7日の0時半の飛行機でもうドバイに立つという、はい、なので、本当にあのバドミントンはあのオフシーズンというのもないので、はい、あの1年中どこかの国で試合をやっているという形なんですよね。はい、なので
今週は全日本総合選手権で国内の一番を争う大会で、はい、来週からは今度は世界一を、ね、争う大会が始まるので、まあ、あの桃田選手にとってはいいこの全日本選手権を弾みにして向かいたいところだと思いますね。そうですね。西本打っていきましたがこれはネットにかかりました。少し迫ってきた、交互にここは点を取り合いながら、西本からしますと桃田が15点目を取るまでにですね、はい、なんとか迫っていきたいですね。そうですね、2点差ぐらいまでは来たいですね。打ってきた前、アウトです。よく見ました。いいジャッジでしたね。やはり風も少し考えながらのジャッジだったと思うんですけれども、本当にここはもしミスれば西本選手に1点なので、本当にコート の, その感覚っていうのも、はい、ただ自分がショットを打つだけがポイントじゃないので、相手のショットを見れば1点ってつながるところっていうのは、まあ、テニスや卓球と違って自分の判断っていうところがあるんですよね。なのでそういったコート感覚っていうところも非常にバドミントンの大切なところですね。ここで15点目が入りました。15対8。さあ西本も時折こうして間を取りながらなんとかそのリズムを取り戻そうというんですよね。はい、ね、いろいろ考えていると思いますね。なので今は本当1ゲームをこの1ゲーム2ゲーム3ゲームを通して桃田選手のスピードがですね、はい、最後になって上がってきているので、本当にここから西本選手がもう一つギアを上げていかないとなかなか追いつくことはできないと思いますね。このゲーム初めて7点差まで開きました。いや本当にこう素人からしますとこの感覚はすごいなと思うんですけれども、微妙なところの判断が非常に重要になってくるわけですね。はい、本当に上げている本人は、ね、本当に奥に追い込みたいという気持ちと、ギリギリに上げれば次、桃田選手の攻撃が取れると思いで上げてるんですけど、先ほど桃田選手 の, あのフェイントが出ましたね。一発目からラリーの中で一つ出たので、本当にここに来て少しずつ自分のペースになってきているというところだと思いますね。桃田5連続ポイントリード、ここは西本のスマッシュ決まりました。フェイントという話がありましたが、はい、こう相手の選手から来るとどちらに来るかわからないそうですね。なので本当に足を止めざるを得ないというか、バランスを崩されるっていうショットの一つですよね。なのでミスを誘うこともできるし、エースを取ることもできるし、本当にその技術の高さっていうのは素晴らしいところがありますね。ここは西本も攻めます。連続ポイントでこれで17対10です。1メートル80センチあります。学生選手権中央大学1年の時から3連覇中、この学生選手権3連覇というのも35年ぶりだったということですが、はい、なかなか高校卒業して1年目からインカレ優勝っていうのはなかなか難しいんですよね。そんな簡単に取れるもんじゃないので、そういう1年の頃から3連覇素晴らしいですよね。はい、さあ桃田がリードを広げます。これもこの角度です。はい、なかなかこういうディフェンスをされると取れないですよね。ストレートにスマッシュ打ってクロスに走るのが一番きついので、ああいう形のディフェンスの幅っていうのもすごく桃田選手を評価するところだと思いますね。これはアウト。さあ追い込まれました西本。こちらは決勝進出まであと2ポイント、初優勝を目指します。
度があります。あっとこれは超えませんでした。19-11です。小学校から対戦してきた同級生の対決、全日本準決勝。手前左利き桃田リード。これも超えませんでした。準決勝もう一組は佐々木翔と早稲田大学の古賀のゲームもこの後予定されています。西本正面返した西本、これも拾う桃田、あっと取れませんでした。20-12、マッチポイントを迎えました。長いラリーでしたけどもね。はい、お互い一試合を通してお互いがね、打ち合うっていう形はこのラリーが一番長かったんじゃないでしょうかね。なので西本選手もポイント的にはリードをされている状況ですけど、やはり最後自分の力をこう出し切りたいという思いもきっとあると思うので、そういった思いも乗せた攻撃の応酬だったと思いますね。今大会負けられないプレッシャーと戦っている桃田。21-12、第3ゲーム桃田が取って桃田決勝進出。